イマジンドラゴンズはネバダ州ラスベガスを中心に活動するアメリカのオルタナティブロックバインド。バンド名はある言葉のアナグラムだが元となった言葉は明かされていない。全世界トータルセールスは4700万枚を記録している。グラミー賞1回受賞。2009年から2011年にかけてバンドは地元ラスベガスで録音された3枚の EP をリリースした。 その後2011年11月にインタースコープ、レコードと契約した。アレックス・ラキッドによるプロデュースのスタウェストレイクレコーディングスタジオで録音されたメジャーデビュー EP、Continued Silence は2012年2月14日にリリースされ、ビルボードを200で最高40位を記録した。2012年8月18日には、インディ時代の3枚目の EP から、兄弟曲、 t ッツタイムがシングルカットされ、ビルボードホット100で最高15位を記録したほか、オルターナティブソングズでは2012年の同チャート最長となる32週連続トップ10入りを果たした。同曲のミュージックビデオは2012年4月に MTV の系列各曲で初放映され、同年7月には MTV ビデオミュージックアワーズにノミネートされた。 2012年11月、イッツタイムはアメリカレコード協会によってプラチナに認定された。2012年9月4日には初のスタジオアルバム、ナイトビジョンズがリリースされ、初週に8万3000枚を売り上げビルボード200で2位に立った。同アルバムはゴールドに認定されている。ビルボード氏はイマジンドラゴンズを2012年6月時点の2012年の 最も明るい新星の一つに選んだ。また Amazon.com は彼らを2012年のフェイバリットロックアーティストとした。2012年、バンドはザ・トゥ・ナイト・ショー・ウィズ・ J でのジミー・キンメル・ライブ、レイト・ナイト・ウィズ・ジミー・ファロン、コナンといった深夜番組に出演し、いずれもイッツ・タイムの演奏を披露した。同曲はグリー・グリーの第4シーズンの最初のエピソードで、 ダレンクリスによってカバーされた。また、ウォールフラワー、ザワーズ盗まれた、人生、ザホストといった映画の予告編には、ナイトビジョンズからの楽曲が使われている。通常のドラムセットの他に、大型のドラムやドラをリズム楽器として、しばしば使用しており、来日の際には、話題鼓を取り入れた演奏を披露した。対象年表、ありがとうございます。